なんか悪夢がどうこうって言ったから、なんか夢を司る。すいません、助けてもらっていいですか。すいません、俺見てて、すいませんどうにかなんないですかこれ。これ詰んだんじゃないですか。やめずチャンネル JJK です。はいどうも、ジンです。はい、レミナント2続きをやっていきたいと思います。前回ですね、この精神病棟入ってきて、まあ石彫りの人形を探しということでやっていきましょう。じゃとりあえず今持ってる分を一旦預けちゃうか。オッケー、預けろ。下の敵はまた復活してんだよな。殴れ。なんかいるぞ、誰かいる。経験値。知ってる、そいつ話したよ。そう、俺もね、この感じ好きだよ。壁の。わかる。で、まあ、スライムがいっぱいいるんだよね。まあ、経験値よ、経験値。お、レベルアップ調教師。サポート犬になった。調教師じゃなかったの今まで。今まではね、ただのブリーダー。ただの友達みたいな。犬強くなった。犬がね、なんか艶が良くなったね。もう一個。持続回復持ってる。いいじゃん。なぜか俺があげれたという。俺でこい。もう一つあって、じゃあ3階だね。多分1個。3階だね。行きましょう。行ってくるよ。なんかでも3階にびっくりマーク出てるね。3階のあれに、どれに、あれにね、ここが違うか。上だね。上。ここはショートカーか。おお。何オープン。精神病棟の悪魔的なやつ？どういうことよ。なんか悪夢がどうこうって言ったから、なんか夢を司る。すいません、助けてもらっていいですか。すいません、俺見てて、すいませんどうにかなんないですかこれ。これ詰んだんじゃないですか。もっとすら使えないんです今この状況。見て俺死んだ。なんで奥に開かないの。超来てる。武器も構えられないですよね。今の俺にできること、それはドラゴンハートを使うことな。これ俺死ねないじゃん。抜けるしかないんじゃない。あ、抜けるか。そうだね、一旦抜けますね。じゃあ戻ろう。いやー死んだ。そのままくたばりな。いい流れだったのにな。ちょっと2人よ。正体待った方が早いかな。JJKめっちゃ追われてると思うんだ今。パワーレベル3。何を持って3なんだろう。そこに外にいるわ。チャレンジャー。プレイ時間1時間23分。戦闘中って俺死んだから戦闘中って言われる。んだよ、めんどくせえな。そいつ倒さなきゃいけないか。どういったまだかかりそうか。じゃあ入るか。まだ戦闘中なんだよね。戦闘中なんです。倒せ。抜けちゃうわそっちも。どうする。ういえ行きましょう。何もなかった。いいね。何も見ていない。いいね。これマジ途中から登らせてくれよな。ねえ、途中からってどういうこと？人がの登り始めた後でしょ。そう、登り切るまで、登り切るまで、すぐ下に俺いたよさっき。あ、マジで？うん、ほぼ登り切るまで登れなくね？ここか、俺の命が終わったのは。え、なんかいたん？うん、めちゃめちゃ、あ、こいつだ、こいつだ。あ、あれじゃん、パピーじゃん。パピー。じいさんめっちゃ撃ってるわ、俺。うん、雑魚ですよ、こんな奴ら。柔らけえかな。多分すげえ来るよ。すげえ来る。あ、いる。ハッピーめっちゃいるよ。こういう時に限ってエイムが悪い。ああ、また来てる。入ってきてる。え、めっちゃ来る。めっちゃおるやん。奥がすごい。なんだおめえ、俺と近接でやろうっていうのかい。メノンさん死にそうだけど。まだまあ、ね、セカンドチャンスがあるから俺。セカちゃんが。10分まではもう一回使えるんで。いいね。下にめっちゃいるな。なんだこいつら。下はあれだからでしょ。死んだんだけど、まだめっちゃ強いやついるよ。犬が一生懸命やってる。ああ、リロードしてる場合じゃないんだよな。あ、犬が。犬行け。助けてくれた。犬にね、回復指示出せるようになったんですよ。ついに今の絆が深まったんだね。ああ、信頼関係よね。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。連れてくね。広いほどやろう。来ないよ。違うところから来てるんだけど。犬何お前友達なんだこいつ。助けてほしいやつはいるのかいって顔してる。違う、石竜とかかな。うん、手彫りの人形だろこれ。石彫りだったわ。お、ナイス。いや、こっちに行けるのか。戻る道じゃない？え、何これ。は、お、何これ。触れるよここ。え、移動するじゃん。移動？どこ行くねん。なんだこれ。ダンジョン。あ、下にもね、多分同じ光を放つ壁があった。いけないところに。外かじゃない？違うんかい。何これ。ニムエの隠れ家に来ちゃったけど。何これ、強そう。何、ボス？ボスじゃない、絶対動くじゃんこいつ。いやでも普通に先あるよ。2名どこにいる？ 2 名。2名。え、なんかチェックポイントと謎の赤いのが見えてる。ね、あれ何あれ。何これ。え、何？え、これ？何？え、何かを捧げるの。突然始まったよ。え、躊躇なく飲んだよ。光った。何？どうだった？え、パフついた？ああ、1分間の多分リジェネついた。おお。リジェネかとやっていけないようなダンジョンだね。バフ詳細あんのかなこれ。フォークレンズ、すべての状態異常と病害を解消し、リジェネだね。と持続回復もついてますね。いいね。でもけど俺もあと30秒で終わりよ、俺これも。チェックポイントで触る？回復する？あ、そこね。ドラゴンハット使ってるもんね。これ分かった、犬さ、うん、そう、死んでる人のドラゴンハート使うわ。あ、そういうこと？奪ってやってんだ。確かに俺懐から多分こうまさぐってあったあったつって使ってるわ。そういうことなんだ。あ、誰か持ってないと。いや、そうそうそう、助けてあげれないんだ。使った覚えないのに。なるほどね。俺の減ってないなと思ってさ。これ降りたら死んだ。ダンジョン始まったな。本当だよ。でも一本道だね。綺麗。綺麗。何？あ、いる。表紙の人だ。あ、本当だ。大妖精。表紙の人だ。ゼルダの大妖精みたいな。なんか、え、キモいキモい。何？打てないんだ。何？いい人ってこと？いい人なんじゃない？あ、ここになんかあるよ。なんか。もうなんとも興味深い。このいびつの世界にまだこのような。元気ですか？フェイの世界によくぞ来た。いや、フェイの遺跡とでも言おうか。フェイってなんだよ。落ちれそうだわ。お前は任務へ。声が可愛くない。職人であり預言者、フェイの女神であり。フェイなのか任務なのか何なんだこいつ。フェイやめて、フェイやめてくれ。フェイやめてマジで。もうちょっとなんかいい名前あったでしょ。任務へに合う。実績解除した。任務へなの？こいつフェイじゃないの？こいつは任務へ。ああ、彼女のことだ。ああ、俺はあそこ、ね、女探してんのか。あのね、忘れてた。クレメンタインね。クレメンタインだっけ。ああ、そっかそっか、あいつに飲み込まれたったもんね。私が駆られるとでも言うのか。お前とか言い出さない。大丈夫。大丈夫。大丈夫。そなた待って言ってる。彼女を探し出せ。キーなものよ。はい、最近の犠牲者の心臓を彼女の領域まで運び、最近の犠牲者の心臓、彼を始める前に彼女を殺すんだ。え、2名ラスボスなの？ 2 名って誰？ 2 名じゃないだっけ。クレなんとか？クレなんとかさん。もうかつては、彼女はかつての、彼女じゃない。そうなん。アフロがラスボスだと思ったのに。なあ。よくわかんねえや、言ってることが。難しい。え？あ、強制退場か。ああ、そういう感じね。あのバフは何だったの？本当よ。チェックポイントあるから別にいらなくない？あれ？え？ちょっとどこここ？見捨てられた領域って何？え？いろいろ分岐しすぎだって。わけわかんないんだって。どういうことよ。どこにいんのこれ。ニムエちゃん。え、なんか見たことある気がするけど、わかんねえな。ここにクレメンタインがいるわけ。わあ。なんか普通のダンジョンだね。病院戻ります一旦。そうですね。そうっすよね。石あげたいもんね。豚みたいなのがいる。まあ、多分別のストーリー始まってるから、ね、一旦病院まで戻りましょう。戻ろう。どうせね、あれ上げに行かなきゃいけないしさ。凹凸が多すぎるんだよ。難しすぎるよ、このゲーム。オッケー。あ、じゃあ、最後の石かな。そうだね。これで、どうなるんだろうね。うん。クレメンタイン、奇妙な巣、ナイトウィーバー、何今の右側に出てたやつ。クエストでしょ。あ、そういうこと。もう3回でももう行く必要ないかな。まだなんかないんじゃない？目の全部見た？多分。近どこ？あ、こっち。なんか刀持ってる人がすげえ服装に合ってねえんだよな。刀に憧れてるアメリカ人みたいになってるよね。もう死んでるよ。あんたのもの持っている。来てる。メロさん。どうした？なでるで思い出したよ。ポニーバローズは眠りながら歯と誰だよ。何言ってんの。なんか歌い出した。最後まで聞かなきゃダメなやつ。いや全然。ナイトウィーバーのものせよ。え、なんか俺そっちにまだ行ってねえことになってる。まだなんか選択肢がすぐ無限に出てくるんだけど。早く顔見してよ。A little corny barrow slept and dreamed he saw a sight. Two shiny copper teeth. 9本のせられた口から取り出された2本の輝く銅の歯、1冊のせられた9217。いくぞ。9217？ ってことよ。書斎だ。ありがとな。どこだっけ？開かないよ。こっちよ。え、早いね、君。9217開かないよ。そしてこれ読めるよ、何ページか。やっぱり？うん。全然関係なかった。9217何なんだよ、じゃあ。ちょっと待って、マップ見ましょう。踏破していないところは、ん？案外をもうちょっと見ないとか、やっぱまだあんのかな。3階のゲートはさ、多分ムニエちゃんのところに行ったやつじゃん。うん。で、2階にも1個で、地下のじいさんが人に見えるやつかな、これ。あそこもゲート扱いになってる。クエストアイテムがまだなんか足りないんじゃない？なんかあるのかな。これ開けなきゃダメなんかな。9217じゃないの？ちょっと、まあ、散歩してくるか。まだ何かあるげだな。3階見てくるか。一人で行けるかな。怖いな。怖いなじゃねえよ。わかんないな。なんかわかった？その本は。いやー。それもどこに？上？ 3 階、再び。銅像がいるんだよな。ちょっと歌がうるさいんだよな。歌が無限に聞こえるんだけど。うん、ハーピー出てこないね。どうぞ。これ外で行けるよ。あ、なんかある。お、監獄の鍵。え、そこ開くんじゃない？じゃあ、9217ちゃんとこう。ね、ちょっと待って、俺も行かなきゃ。どこ、3階？ん？この穴から。もう持ってるはずだよ。この穴から降りられるよ、皆さん。うん。あ、OK。え、どこ行けばいいの俺は。え、下。近。9217ちゃんとこ。こっち。どっちか。9217ちゃん。C3ルートでも行けるの？行ける。友人から守らないと。はい。開けてやるぜ。話しかけらんねえ。あれ？ん？え？あ、戻ってきたのか。戻ってきたよ。待って、そんな。何ガッチャ。躊躇なく開けるね。ほら！え？死んでたってこと？じゃあ一体誰と？そして、ナイトウィーバーの石人形。何これ？ボス。シンクエストアイテム。これもうあれじゃない？あいつに使うしかないんじゃない？そうだね。おそらくそうだろうね。なんか使えたもんね、こいつも。うん。なるほどね。カメラマン、どっちかお願いします。行け。え？違うような気がしますね。これあれでしょ、×で使うんでしょ。そうっすね。ブブだね。これ何に使うんだ。じゃあなんか説明自力やってみて。インタラクトしてみましょう。これ本当に医者が夢で見たものだろうか。世界に才能がなくてもモロ先生の夢は同じだっただろう。死神みたいな格好してんな。フレーバーテキストしか書いてないですね。ダメだね。じゃああとは2階のゲートの鍵？この鍵、あれかな。普通の扉だったんだよね、2階のやつは。ここは開かないんだ。ここは開かないんだ。ここだね。ここを開けたいんですよ。どこ？皆さんどこにいんの？2階、今2階。それか。ねえ、ナイトウィーバーのこのさ、石人形持って。ん？え？開いたよ。なんで？なんだったん？適当に並び替えて。ダブルバレル。ただの武器。2971だから17で開いたよ。なんか順番があったんかな、もしかして。順番があったんかな。そういうことか。でも、なんか違うね。ね、望んでた結果と違うんだけど。ハンドガン、どうよこれ。全員。ハンドガンっぽい感じだね。あ、ほんとだ。ハンドガンにつけとくよりはそっちの方がいいか。いや、でも俺はこっちのレシコモと。え？四角いマーク何？ここを開けたいのか。そう、2階の。2階って言ってんのはどこ？ここ？なんか開かない扉があるでしょ。こうじゃないね。お？あ、そこ。なんかさ、隙間からうっすらあの壁の紋章みたいなの見えるでしょ。あ、ほんとだ。じゃあ何これ、進むしかなかったってこと？そうなのかな。会話の内容を聞いてたら、もしかしたらそういう流れだろってなってたんかな。何もなさすぎない？そんなこと言われてもないって感じだけど、あの石人形使ったら開くでよかったじゃんね。マップ見ずれ。ないもんね。ない。3階のでもあそこしかないよね。うん。そうだね。3階行くか。3階行くか。火は通ってだけだもんね。もう一回ムニエちゃんに会いに行く感じか。あそこは飛ばせるかな、チェックポイント言えば。まあ、もう来ちゃった、でも俺。なんかさ、ムニーちゃんの前にゾウゾウあったじゃん。飲んだやつ？うん。あれとなんか共鳴者しない？なるほど。石人形。確かに、無意味すぎるよな。案外ね。ボス戦でもないのに。やめろ。強い。でもこれ弱いな。ん？ 3 階どっか。あ、こっちか。普通の今、ショットガンだったぜ。威力110あんのか。一応使っとくか。近接だしな、あれ。それにもさ、モッドがつけられるじゃん。うん。武器につけられるようなボスモッドがあったら見た目かっこよくなるんかね。かっこよくなるんじゃない？楽しみだね、それは。なんか、アーロンの刀みたいな。勝手に移動してる。俺が押した。